皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、当チャンネル4つのメインとなる柱のテーマではなく、臨時で作った動画となります。週明け1月27日から、現時点水曜日に至るまで、相場で大きな動きがありました。皆さんもご存知の通り、中国から新たな AI、ディープシークというのが発表されたと。これにより、アメリカのナスダック指数、一時 5% 近く下げるなど、大きな反応、相場展開の見通し変化が見られましたけれども、その翌日ですね、日本時間だと火曜日の夜中にはすでに半分以上を戻してくるといったような根の荒い動きとなっています。このようにボラティリティ激しくなっている相場の中で、ディープシークがどのような AI 環境の見通し変化をもたらしているのか、そして今後どのような銘柄群が伸びてくると考えられるか、一度整理していきたいと思います。ということで今回は早速 AI の開発環境について、これまでの環境とディープシークが出てきたこれからの環境について簡単に要点を列挙していきたいと思います。まず左側、今までに関しては AI の開発というのはお金かけるほど性能が上がっていくんではないか、モデルの精度が向上していく、あるいは効率が良くなると、それはお金をジャブジャブとかけてこそだと、これがアメリカのテクノロジー産業で膨大な設備投資をもたらしている要因の一つではありますね。 AI の開発においては計算量、そしてデータ量、変数となるパラメータの数、これらの要素において AI モデルにたくさんの学習量を与えればより高度な AI が開発できるとロジックがあるわけです。そうするとですね、膨大な計算量に耐えうるような高性能な半導体、あるいはたくさんのデータ量を蓄積できるようなデータセンター、そしてパラメータの数を増やしたりデータを増やしてたくさん計算するということで電力をかなり消耗するといったところが従来注目されてきたわけです。そして皆さんもご存知のオープン AI 社が開発しているチャット GPT、 こういったところは従来のお金をかければかけるほど精度が上がるという概念の開発されたものになっています。一方でディープシークが出てきて AI 開発がどのように変わってくるか、お金をかければいいというわけではなく、知恵と工夫で性能がアップするんではないかと、どのようにコードを書いていけばいいか、オープンソースで公開しているということで、このあたりまだ精度の担保ができているのかというのは、開発関係者の間でもまだ正確なことは論じられていませんけれども、金をかけて学習量を増やしていくというような AI 開発の方法以外にも、精度を上げていく方法があるということを世に訴え出たディープシークの衝撃というのが足元の相場展開でボラティリティを与えているということになります。そもそもディープシークの中で使われている半導体というのは低品質なもの、低品質というと語弊がありますけれども、最先端のものではないということです。ディープシークは中国から出てきたものですけれども、米中の貿易摩擦によって半導体に関しては最先端の高性能なものを中国側は今入手することができないという状況、そんな中でもアメリカと同等の AI が開発できたんであれば、それはですね、従来考えられていたお金をかければかけるほど性能が上がっていくという概念自体を覆すんではないかということです。なので設備投資の金額が減っていくと、半導体関連、データセンター、電力関連は従来の期待を下回るような業績のインパクトが出てくるんではないかと、これが第一反応ですね。大幅にナスダックが下がった日の反応となります。ただ悪い面ばかりではなくて、アメリカと中国において AI 開発の競争激化が進めば、結局はですね、必要となる半導体の絶対数、データセンターの許容量というのも全体のパイとしては拡大していくと考えられますので、今回のディープシークの発表というのが半導体やデータセンターにおいて良くないことばかりというわけではありません。そんな風に考えられ始めたのが2日目の半分以上の戻しという風になります。それでは具体的にディープシーク社のデータに関して見ていきたいと思います。こちらご覧いただいているのは直近のダウンロード数、15日間でディープシークのアプリをダウンロードした数が飛躍的に足元のところ伸びているのがお分かりいただけます。またアプリの利用者数に関しても1月15日以降かなりの勢いで伸び続けています。このディープシークの AI というのがチャット GPT のような同精度での AI に近いということであれば、非常に低コストで賄うことができるということなので、先ほど申し上げた通り
アメリカで従来 AI 開発においてかなりの莫大な資金源を投入すると考えられていたこの水色の棒グラフですね。この予想の部分というのが Amazon や Microsoft、Google や Meta、 こういったところがこの AI の設備投資を減らしていくんではないかと。従来の予想ですと爆発的に棒グラフ伸びていますけれども、ここがへこんでくるんではないかと考えられているわけです。その最も象徴となっていたのが NVIDIA の半導体。ディープシーク社も NVIDIA の半導体、最先端ではないものを使っていますけれども、これまでのように究極的に高性能なものというのを必要としないということであれば、 NVIDIA の業績が一番最初に転びますよねと。そしてその関連となる下請け企業、日本の半導体メーカーもいろいろ入りますけれども、こういったところが業績に悪いインパクトとして出てくるんではないかと、そういった懸念点はあります。具体的に一番最初のディープシックショックとしてのインパクト、大きそうな銘柄ご覧いただきますと、半導体関連の銘柄の中でも SPE 向けの AI 関連において、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコ、スクリーンといった順番で寄与度の高い銘柄というのがマイナスのインパクトとしては大きかったものになります。特にアドバンテストや東京エレクトロンは火曜日に大きな下げを記録しましたので、これらの銘柄のウェイトが高い日経平均というのは、数で言うと上がった銘柄の方が大きかったにもかかわらず、ウェイトの高い半導体関連銘柄がかなり足を引っ張って日経平均としてはマイナス 1%。 一方で内需関連の銘柄というのが代わりに投資資金の受け皿となりましたので、トピックスに関してはトントンと、日本株の代表的な2つの指数の間でも大きな差が出た1日となりました。また先ほど少し触れました電力関係ですけれども、2030年にかけて電力の消費量、だいたい年率 2.4% 程度で上がっていくんではないかというふうに考えられていますけれども、その中で電力の消費量の伸び率、寄与度を分解していたときに、データセンターに関しては 0.9%。 これが先ほど申し上げた通り、データセンターの需要であったり電力の使用量というのが従来予想よりも減っていくというふうになってくると、電力関連の銘柄に関しても少し調整が入ってくるかもしれないといったような状況です。それではここからは具体的にどのような銘柄見ていけばいいか、ご覧いただきたいと思います。まずは半導体関連の銘柄、先ほどから申し上げているように高性能な半導体、実は必要ないんではないかと考えられ始めているということで、 NVIDIA あるいはそういった生成 AI 関連の半導体を作っているメーカー関連企業というのは大幅なマイナスを記録しています。例えば東京エレクトロン、青の線グラフですけれども、かなり調整が入りました。また黄色のレーザーテックに関しても、そもそもバリエーションずっと下がってきていますので、大きな反応ではありませんでしたけれども下げ基調を継続。一方で水色の TDK あるいはオレンジのルネサスというのはかなり2日目に大きく反発しています。この理由としましては、 NVIDIA が開発する半導体についてはクラウド AI と言われるもの、つまり全世界中でネットワークを通じて学習を進めるといったような、チャット GPT のイメージですね。これに対して TDK やルネサスが関連しているような半導体というのはエッジ AI と言われるもの、クラウド AI との違いに関しては全世界ネットワークでの学習ではなく、それぞれの端末において完結しているということです。例えば自動運転ですね。自動運転の機能を有している自動車がネットワークから急に切り離されたら運転もできない、ニッチもサッチもいかないというようなことであると安全性に疑念が出てきてしまいますので、その車の中だけで AI の機能というのは完結することができるものです。あるいは産業用ロボットであったりドローンといったところ、それぞれの端末の中で AI 学習が完結するような半導体を作っているところは、今回のディープシークの発表によってむしろ恩恵を受けると思われています。それは従来よりもさらに低コストで開発を進めることができる、そういった半導体の部類になってくると考えられているからですね。そうすると同じ半導体関連の銘柄といっても銘柄の選別が非常に重要になってきます。またデータセンター、電力に関してはどうしてもこれまでの期待から少し調整が入ってきますが、インフラ関連、例えばインターネットをつなぐような電線、富士倉や住友電工、古川電工、こういったところは足元で
ショック1日目に関して大きな下げを記録している銘柄もありますけれども、まだ戻りがないというところ、回復の出遅れの銘柄としては注目していても面白いかと思われます。また先ほど申し上げた通り、アメリカと中国において AI 開発の競争というのが非常に激化してくるとなると、絶対量として増えてくる。そういった場合には、どうしてもインフラ関連というのは、こっちの電線がいいよね、あっちの電線がいいよね、みたいな、半導体の良し悪しを比べるような世界ではありませんので、こういったインフラ、電線を作っているような銘柄というのは、中長期的には下がってきたところを狙っていても面白いんではないでしょうか。また最後にご紹介するのは、そもそもディープシークがお金をかけずに、知恵と工夫、効率のいい AI を開発できるということを実証してくれたということになると、日本の銘柄、AI を開発しているような銘柄でも同じようなことができるんではないかと。いうことで、AI 関連の小型株というのはかなり吹き上げています。アベジャ、テラドローン、パーク社、テクノロジー。こういったところ、お金をかけずとも非常に有用な AI を今後開発できるようになるんではないか。さらには小型株ということも相まって、銘柄によっては 10%、20% の上昇を記録している。こういったところ、今後注目していくのも面白いかと思います。AI 関連の銘柄なのにまだ上がっていないような小型株見つけることができれば少し狙っていっても面白いかもしれません。ということで、駆け足にはなりましたけれども、ここまでどういった銘柄群、ディープシークの登場によって相場展開の見通し変えていけばいいかというのを一例ご参考までにご紹介いたしました。とはいえ、やはりディープシークは中国の AI 企業ということで、少し怪しいところはあるんではないかと。得てして相場展開というのは過剰反応で下がりすぎたり上がりすぎたりというのはよくあることですので、そういった過剰な反応というのを拾っていけるかどうかというのが株の運用成績を左右する一因とも言えるかと思います。今回のディープシークで言いますと、最初に発表された段階で今ご紹介したような見通しの変化、相場関係者の捉え方というのを把握しておけば、例えばある人は先ほどご紹介したような新たな銘柄群に着目点を変えていく、あるいはそもそも今回の下げというのが過剰反応であるので、これまでの AI 開発で勢いついてきたところに押し目買いのチャンスが入ったと思ってさらに投資を増やしていく、そういった判断は人それぞれかと思います。そして相場展開が元に戻っていく過程というのは、得てしてこういった記事が出るタイミング、ディープシークはオープン AI からデータを不正入手しているのではないかと、これもまた真実かどうかというのが判断必要になってくるかとは思いますが、記事として出てきていることはご紹介したいと思います。ですので、こういったゲームチェンジャーが現れるタイミングというのは非常にマーケット乗っていくのも難しいですので、どこか一つに軸足傾けるというわけではなく、バランスよくですね、いろんなテーマのところに投資割合を置いていただいた方があまり心臓には悪くないんではないかと考えているところです。ということで、今後もディープシークの技術革新、あるいはご覧のような問題点が今後着目されてくるのか、そういったところも注目しながらですね、このような感じでたまに臨時で相場展開についても当チャンネルのメインテーマ以外で動画を作っていきたいと思いますので、少しでもご参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルを楽しんでいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。